あっぱれ。やってまーす。どうも、継続橋です。どうも、 DM レボリューション西川貴教です。AKB48 高橋みなみです。料理研究家の森崎ゆきです。よろしくお願いします。お願いします。ではこのあっぱれやってますは毎週月曜日から木曜までさまざまなジャンルのメンバーが90分にあたってあっぱれの内容でお届けします。はい、はい、あれあん1234あれあれ1人先週やっと揃ったのに哲也さんが先週いたんですけど、何やこれ。さっき哲也さんこのパターンが多いよね。ね、ちょっと、いや完全味締めとるよね、あいつ。味を締めたんですかね、もしかしたら。味を締められたんですかね。絶対そうやで、だってもうしれっとやもん。だってもうなんかこう、あれ俺そういう感じで最初から聞いてたけどみたいなテンションで書いてたよ。契約書にはこう書いてます。確かにね。いやでもね、逆にね、はい、逆に言えば、はい、このタイミングでやつが、いや残っといたらよかったなと思うような感じになれば、うん、これいいんちゃうかなと思うんですけど、どう思います？いや、例えば森崎さんが上半身裸で。それはもちろんそうです。そうですね、なんでですか？いいですか？いや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 。後悔させるためにも、哲也さんも。いやいやいや、それはちょっと違う。それは違う。下やったらいいですか？そういうことです。そういう問題じゃないです。そういう問題ではない。そういう問題じゃないです。あら、そう？はい。まあ先週もね、結構ほら、うん、みんな時間帯的にもなんかお腹減ってきたりとか、ね、そうですね。久保は食べてきたからそんなにやねろ。え？そんなにお腹減ってる。はい、僕前のロケでこっち来て、うん、まあ、これ9時半入りですよね、うん。8時10分ぐらいに赤坂ついちゃったんで、まあラーメン。あー、ラーメン。ラーメンで豚丼餃子行ってきました。うわー、マジで？そんな？腹パンパンなんですよ。腹パンパンですね、それ結構食ってますね。ラーメン。あ、なんか皆さんお腹空いてるんですか？いや、なんか時期によってはね、やっぱりこう、ほら、ちょうどね、うん、アニメなんかとかも、うん、ちょうど秋の改編、ドラマもそうですよ。そうですよね。で、こうなってくると、やっぱりこう、店頭に並んでくるもんなんかも、大幅に変わるシーズンじゃないのかなと。うん、そう。そうなってくると、やっぱりこう、ね、以前ちょっとね、ありましたけども、はい、インスタントとかでも、インスタント、インスタントコーヒー。いや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 、そんなにドルチェの方に行かないで。メインはその、だからこう、カップ麺とか、ね、スパゲティ、時ありましたよね、スパゲティの美味しいな、あれ美味しいとかね。ありましたね。なんかそういうのも。何をぐちゃぐちゃ言うてるんですか？はっきり言ってくださいよ。まあ、つまり、はい。そういうインスタントもんでいいから、はい、食べたいなっていう。いや、でもお湯もないですし、これが国貞ちゃんがねえ、それがね、国貞ちゃんがねちょっと膝痛めてるみたいな。全然ピンピンしょったやないかも。さっきあれ取ったわ。さっき膝ってなんか買ってきてもらうんですか？いや、ちょっとなんかそんなどうなんかね、今ちょっとだからどんな様子かだけ見に行ってもらおうかなと。石原さんはもう、ね、今スイーツ食べてるところ。そう、ケーキ食べてる。めっちゃケーキ食べてる。石原さんほんまひどかったね。もしゃもしゃ食べてる。こっちの様子考えない。もうケーキを嬉しそうに見ながら、ちょっとずつフォークで切らせて。もしゃ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 。女子女子。何恥ずかしい。何にも、時間も何にも見てへんかったよ。ケーキしか見てへんかったよ。さ、に行ってもらうんですか？ちょっと行ってみようかなと思って。国さん、国さん、財布ビトンか。いやろ？誰にもらったんや、そんな、ビトンなんか。誰やの、そんな。えい！怒らんといても。なんで怒るんですか？ビトンの財布なんやねん。お前は国さらちゃんのなんやねん。俺の国さらでしょ。みんなのやで。みんなのやで。国さらちゃん。なんかね、3人が、えらいね、麺よこせって言ってる。ちょっとなんかそういうのあったらいいんちゃう？ごめん。せやね、せっかくな、だって。新製品な、いろいろ出てるもんな。ちょっとたまにはいいんちゃう？哲也さんのいない間に、ね。そうよ。そしたらなんか、うわ、もっとおったらよかったなって気持ちになるよ、うんうん、これ。次から来てくれるか。そらそやわ。でも、まあ、哲也さん、今頃ね、普通に飲み屋行ける時間です。確かに。全然あっちの方がいいでしょ、多分。ね、まあでもね、もうちょっとなんか。国さだちゃん、じゃあ、申し訳ないけどさ、なんか乾パン買ってあげてきてくれへんかな。乾パン？
何ですか。お腹減ってるらしい。お腹たまりますけど。いや気持ちがひもじくなるわ。いやそっちじゃなくて。非常食によく使われるやつですか。わかる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 。じゃあ国沢さん、なんか麺をなんかね新発売あのあそうね期間限定みたいな。あそうね。例えばそれいいな。それいいな。俺が行こうか。限定弱いもん。ええ、いやいや、ね、お前それは大丈夫。そのまま帰ってドラクエするやろ。そうですよね。いなくなる。絶対しないで誓います。なぜか先に録画したラグビー見るからです。ええー、でも帰りますよ最初。帰る、まあ、結局帰んやんか、うん、いいやもうだからそれはいいよ。ちょっと国沢さんが言ってくれたからもう、うん、やった。私たちでね進みましょう。そう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 、ね、いやでも考えたらもうさあもうね日にちもだいぶまあもう10月ですもんね。今日9月30日ですから恐ろしいスピードですね。早い。いや早いのよ。10月ですよ。早い。9月やから早い。もう終わるんだ。あやば。9月。えどうしたんですか。あすいません。えどうしたんですか。いやごめんごめん。え何を完全にやばいって言ってくれた。びっくりした。そんな、そんな大きい声で言う。すいません、すいません。すいません、やば。すいません、すいません。どうしたんですか。あの、海外旅行を正月ね、毎年するんやけど。あ、そうやんか。だいたい9月いっぱいまでに、やっぱ予約しとかな、こう、飛行機が取れなかったり。確かにね。うん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 。この間、話、それ決めようって言って、集まって、その旅行行くメンバーで。なんか、たまにはカラオケでも行くかって言って、うん、カラオケ行ってみんなでこう、うん、ベロベロなんて歌って、うん、何も決めず解散しちゃったと思って。ありがちな。ありがちな。あるね。まずい。そうだね。あ、今週授業ないのはちょっとムカつまらん。早い人早いからな。いやでももう考えたら、10月、11月、12月ですから、ほんと3ヶ月前ですよ、年末まで。2015年が終わる。高橋さん、そうそうね、やっぱり、現実的な時期だよ、ね。やめんのやって、AKB。1年前に言ってます。高橋 AKB やめるんだってよっていう。霧島部活みたいな。うん。いや、まあそうなんですけどね、ちょ最後の日にちがちょっと出てない。いや、まあでもね。なんつってね。これもうずるずる、あと5年ぐらい行ったったら。いや、おかしいですよ。ずるずる行きすぎですよ。なんかよくあるじゃないですか。それはパターンね。そうそう。なんか近所にあるじゃないですか、閉店セールずっとやってる。ある、ある、ある。あの感じ嫌ですね。閉店セール何年やんねんっていうね。そうです、嫌ですよ、それは。なんかでもね、高橋さん、やっぱね、いなくなると大きいですよ。いやいや、遠くなりますから、みんな頑張ろうとしてますから。いや、もちろん。もちろん。だから、よくは、またなることもあると思うんですよ。そうです、そうです。でもやっぱね、なんかね、見た目が変わるよね、やっぱこう。変わると思います。見た目が変わる。横に並んでて、やっぱこうさ、良くも悪くも、高橋さんね、やっぱりこうね、存在感っていうか。めっちゃありますからね。見て、高橋さん目に視界に入ると、あ、やっぱ AKB だなって思いますけど。これでもなしかも歌もね、高見菜ちゃんの声が変わるってこと。これはね、大きいよ。結構いつもニヤニヤしながら言うから。ニヤニヤしながら。私の声で聞いてる。本当に高見菜の声やなって思うねん。俺が、そう、毎週聞いてるからそう思うかもしれんけど。聞こえてくるもんね。よく聞いたら、そう拾っちゃうのかな。拾っちゃう。うん。でもそれはあるよ、絶対。ありますよね。いや、でもね、できる限り、この残りの期間をメンバーと一緒に頑張りたいなと。そうね。だってもう10年ですか。ねえ。10年なんですよ、AKB。ね。うん。あの、出たての頃によくテレビとか出てる、そのね、昔の映像なんか最近ちょこちょこ、使われるんですよ。使われてますけど、すごい、やっぱり、また、やばいですよ。なんていうかな、まあでも、なんていうんですかね、そんなに大きく変わってるわけじゃないんですけど、はい。当初からその、なんか、ある程度完成してる感じがするんですけど、やっぱこうなんかね、本当に子供でしたよね。メンバーしかもほぼほぼいないですね。なんか今日、その時の、先週も番組出させてもらった時に、M ステさんの初登場の回を出したんですけど、スカートひらりっていう曲で、スカートひらりひるがいしみたいな曲があるんですけど、その時に M ステ出たメンバー、今3人しかいない。そうか、全然いなかったね。高橋さん、峯岸さん、小島さん。小島さん。以外みんなもやめてる。ノースリーブス以外はもう入れ替わっちゃったってことか。はい。メンバーの入れ替わりはやっぱりありますよね、10年あると。そうね。ファンの人にとってはやっぱりこう退社するのってこう寂しい気持ちやろな。あのラインナップ見たかったなみたいな気持ちはあるもんね。なんかね。10年か。難しいですね。なんかこう、男性グループは、なんかずっとこう、
やり続けられるじゃないですか、うんうんうん、メンバーチェンジなんかあんま聞かへんもんね。聞かないじゃないですか、うん、でも女性グループってどっかでお前そろそろ出ていける感あるじゃないですか。あれ何なんですか ね、確かに、ね、女子プロレスとか昔は25歳で退職させられてたからね。必ずですか？25歳引退っていうのは昔決まるやった。若いのに、うん、引退。こっからはやめてお嫁さんの修行しなさいっていう その時の社長の、方針ね。そうそう方針ね。今は変わったんですか？今はもう全然40の人もいるよ。でも本当に間近ですね。いよいよ現実味を帯びてきましたね。まだお正月の頃とかはさ、まあまだ1年あるがなみたいなのが、3ヶ月って結構リアルな数字だな。いやあ、あっちもだなって。まあほんまこればっかりは分からんからな。うん、どうなるかやめてからな。そうですね。こればっかりは本当何がどうなるか分からへんやん。どうします？電撃結婚したら。いや俺それが一番嬉しいけどさ。ええー。もちろんですか。それがもちろん一番嬉しい。うん、一番俺が恐れてるのは、あ、今日 どうすんのだ。あ、そのバイトなんですとか言って。だって、もう、0% でないわけよ、こんな世界。明日バーンって何もかもなくなる。そうですね。ことがある世界やから。確かに。うん、それは確かにね。あ、そう。そうですね。あ、そうって言うしかないわ、うん、ご飯おごるな。そうなったらな。やったー。まあね、そうなったらおごるけど。うん。いや、でも。こればっかりわからへんからな。そうですね。誰だって。まあね、いや、でも、出てる人全員が。我々全員そうやな、ね。全員がそうですよ、それは。でも、余生が長すぎて怖いんですよね。余生？お前人生終わるの？ AKB で。24、うん、まあ14から24まで AKB やってきて、うん、なんかこう10年も、あ、すごく紆余曲折いろいろあったなと思ったんですけど、うんうんうん、もっとこの先の人生が長いじゃないですか。いや、そうなの。いや、なんかね。どうしようと思って。いや、俺ね、それこそね、まあこういう、なんか女の子のグループのやつとかで卒業しますとか、うん、まあ、それでほら、最初から、うん、この年代になったら卒業ですよって決まってるグループなんかもあるじゃない。はい。ああ、そう。桜学院なんかとかは確かそうなの。そうですね。そうなんですか。うん。どこの学校ですか、それ。アミューズのね。アミューズの皆さんですけど。桜上水とかにあるのかな。桜上水とかにはないよ。桜新町とかにある。多分渋谷の方にあるよ。ほんまあ、そうあって、うん、そういうのもいくつになったら卒業って決まってるわけ。あるんですよね、グループで、ね。そうそう、グループで。うん。なんだけど、なんていうかな、そういうのね、決まってなかったりとかっていう場合とかってね、やっぱりこうなんかね、まあまあでも10年ってすごいけどさ、はい、まあ、比較するようなもんじゃないけど、お笑い芸人なんて10年やってテレビ一回も出てませんっていうやつの方が多いからね。ああ、すごい世界ですよね。そっちの方が全然多いんやから。うん、だからそれで、まあなんか新しいことをやってもまあそんな全然すぐよ。いや、そうだから、なんていうの、逆に言うとそういうとこでさ、なんか早く卒業して自分をみたいな感じの子も多いやんか。うん、いや、そういう子らには、いや、もう考えてごらんと、まだまだ先の方が長いから、もっと逆にグループの中でしか見れへん世界とかがあるから、見尽くしいや、って気持ちはあるよね。うん、そう、つよも。泣いた方がいいですよ。そうそう。で、うん、一通りも、これはもう一通り見たよと、うん、なったら出てもいいけど、うん、なんかあれも見れたのに、これも見れたのにって、意外とほら、それこそね、AKB だ、タイミングでね、もっとそれこそ最初にいたメンバーとかで、本当に大きいステージとか、ここまで国民的アイドルになる手前で卒業した子たちもいるからね。そうですね、たくさんいますね。そうですね。そう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 。まあだから、ちょっと今からいいこと言うな。はい。え、ちょっとメモりますね、何すか何すか。はい。AKB だからやれたことっていうのはいっぱいあるわけやんか。はい。うんうん、いっぱいありますね。だったら、やっぱ、AKB だからやれなかったこととかいろいろ挑戦してみたら。うん、さあさあ、ということで、まあいろいろあるんじゃないですか、はいはいね、だからやれなかったことで挑戦できることもあるし、もしかしたらいっぱいあるかもしれない、探しやね、探します、うん、いっぱいです。はい、やっぱりやってます。水曜日では私たち出演者のメッセージや各コーナーへのお便りを募集しています。はがきは 530-8304 MBS ラジオやっぱりやってます水曜日まで。メールはやるすい @mbs1179.com。 たくさんのお便りお待ちしております。はい、それじゃあここで一曲なんですけども、これかけます、これ、まあいいですけど、今度、来月10月の24日に公開になります三谷幸喜監督の最新作ギャラクシー怪盗、ね、こちらの、まあ、主題歌というか、これエンディングなんですけども、これ私がズズ役として宇宙人カエルの、はい、私で歌っております、うん、こちらの曲聴いてください、ズズで The End of the Universe。
天童小林です。 1179MBS ラジオからあっぱれやってます。お便りやってます。このコーナーボックスから引いたリスナーからのお便りでおしゃべりするコーナーでございます。それではまず一つ目のお便りお願いします。あ、そうだ、なんかね、あのお便りやってます時に、うん、高橋さんがどうしても気になってるっていうレベッカのお化けの声が入ってる。はいはい、お化けの声ちゃうわ。なんかね、あの残念ながら亡くなってしまったレコーディング中にこうね、女子高生かなんかの、本当にこの後家に帰る身になってください。マジで一緒帰ったらだから。いや、なんでなんで一緒に帰るんだ。お前のべつまくなしやん。そんな怖いんやったらやで、聞いてみたらはぐらいのもんやん。医者入ったるよ、じゃあ。やだー、余計怖いな。余計、まあ、余計怖いな。バカおいおいバカ余計怖いな。森崎さんすごいいいね。何それ余計怖いな。ちょっとその、もうちょっと聞いてみます。途中で先輩っていう声が。一回、一回、先輩。ちょっと聞こう。ちゃんと聞こう。じゃあ、ちょっとお願いします。え、嘘。全然わかんなかったです。聞こえて。え、先輩って。もう一回ちょっと石原さんいいですか。え、本当に本当に。聞いときや。ここって言ってください。ここって。ここちょっと、うん、先輩って言ってるから、あ、もう気づきたくなかったもん。あ、いたいたいたね。ほんま、いたね。わー、びっくりした今。いたね、いたね、うん、女の人やった。怖っ。先輩って言ってね。え、え、何何これは何、うん、わざとですか。まあ、一つだけ言えることは、うん、言ってる人は後輩っていうことです。そうね、間違いない、ね。確実に言えるのは、ね。そらそら。言ってるな、まあそうですね、もしかしたらこの世の、はい、確かに、はい、この世ならざる人かもしれないし、はい、もしかしたら誰かの声が入ったのかもしれないけど、はい、言ってる人は後輩です。はい、そうですね。これマジな話で、マジですか、これマジ？マジのやつですか、これマジマジマジのやつ。いや、めっちゃ寒気しましたよ今。これマジのやつ。もう一回言う、電気消そうか。もうやだやだやだもう。え、これはマジ？マジ？いや、もう全然作ったものでもあんまないですよね。これ結構有名なあれですよ。もう最悪、もう本当に、うん、もう寝れない。いや、全然寝れるやん、後輩やで相手。そういう関係する問題じゃないんですよ。ちゃうの？なんか聞いちゃったの。ああ、お前後輩のせい、ほら、なんですよ。俺らの時そんなことちゃなかったぞお前。人が歌ってる時に。俺の時代やったからもう殺されてたよお前。後輩がよ。うん、え、終わった。ああ。終わった？意外とね。お風呂入れない。くっさい、くっさいの明日。ほんなら。もうやだ。もう、くさくてもいい。くっさい方がマシ。くっさい方がマシ。アイドルやのに。アイドルでもくさく方がマシ。怖いもんな。怖い。怖いからか。そういう意味ではやっぱレベッカすごいね。入ってます。声だよ、先輩は。もうやだ、聞こえなかった。ほんと聞こえなかったことにさせてください。もう一回聞くじゃん。もうやだやだ、聞こえなかったことにさせてください。ほんとになかったことにさせてください。まあでも考えたらさ、うん、やっぱね、変な話、扱ってる、要は音をね、うん、最後楽器をバーって入れてって、最後ミックスダウンっていう、そのトラックダウンっていう作業、うん、まあ当然ですけども、もう本当に専門家なわけですよ。うん、で、小さな音とか細かい位置の、その音の位置みたいなのをね、決めてって、うん、で、こう本当に皆さんにこう、ね、こういうところ聞いてほしいとか、そういうのをこう毎日やってる人じゃないですか、うん、が変な話聞き逃すっていうか、うん、最後の最後のだから、そのさ、まず一回落として、さらに CD になるのにマスタリング作業ってのがあるんですよ。もうなんか怖い怖い怖い、もうやだもう、うんうん、さらにもう一段階、その音を整えて、うん、その CD にするための作業があるんですよ、うん、そこでも気づかれないっていうことですから、うん、どこで入ったかっていうのもありますよね、変な話。確かにね、そうですね、うん、だからなんせ撮ってる時に入っただけじゃなくて、うん、そのマスタリングから入る時に、そのやっぱね、音ってやっぱ振動やから、うん、僕ずっと
あのね、すごいソニーで有名なマスタリングエンジニアの人がいて、うん、その方定年になったんですけど、うん、それまではね、やっぱその人の、やっぱり有名な名人なんで、綺麗な音を落とす。なので、その人なりの機材があったんですよ。うん、そうすると、音をその通していく、そのケーブルの間に水晶とか入れたりとか。うん、水晶、魔除け的な、いやいや、じゃなくて、なんかその水晶とか、ああいうのはなんかすごい、微振動みたいなのがやっぱ、音をよくするっていうことで、なんかそういうのをケーブルに間に入れたりとかっていう。未だに高級時計でルビー使われてますからね。ああ、なるほどね。その振動を正しく伝えるっていうのは。うん。それ、100年前変わってないんです、そこだけは。そういうのがやっぱ効果としてあるらしくって、そういうのを通した機材みたいなのがやっぱ実際使われたりとかしてたから、まあ、なんかこうね、なんかそういうのが入る余地じゃないですけど、みたいなあるのかもしれないよね。まあ、こんだけ怖がってるんで、急遽ちょっと怖い話募集します。やだー、なんでですか。深夜ラジオって、ね、結構こういうのあるのよ、怖い話。そうね。あるある。まあ、だから俺さっきの、なんかこの曲のこういう部分みたいな再生してるとき、うわ、めっちゃラジオっぽいと思って。ね。昔のラジオの感じでしたね、これ。めっちゃラジオっぽい。だから怖い話。ちゃんも寄ってくるもん。南の寄ってこないでのコーナー。あ、いいね。やめてよ、そんなコーナー。いいね。ほんとやば。うん、宛先ごめんなさい。はい、おがきはゴーさんでございます。 MBS ラジオあっぱれやってます。水曜日までメールはやるすぎアットマーク MBS1179.com、 お便りやってますの係までたくさんのお便りお待ちしています。南の寄ってこないでのコーナー、やだやだやだ、寄ってこないでの係までやだやだやだ、お待ちしてます。じゃあお便りいきます。行く、あ、ラーメン、いや、そっち行こう。気持ち変えていこう。新商品、気持ち変えていこう。ありがとうございます。なんかその和風なんとかちょっと、ちょっと何これ、これゆかり焼き、ゆかり塩焼きそば、これはうまいわ。これ美味しいんじゃん。青葉だ、これは絶対うまいわ。七方監修和だしの麺、チキンラーメン、トマト&チーズ、ゆかり焼きそば絶対うまいわ。中華そば青葉、青葉ってあの有名、トマトチーズ、あ、中身を絶対これでしょ。すごい、これ開けていい？いや、絶対ゆかりやって。ゆかりな。私ゆかり大好き。うん、これゆかりご飯美味しい。何これ？和風和だ、なだまや。なだま。こんなんやってるんですね。なだま有名なんですか？めっちゃ有名。料亭、そう、料亭で。青葉は麺 1.5 盛り。東京のねラーメンの火付け役ですから、うん、ね。そう。食べてみたい。開けましか。開けましかつづって。へえ、これはさ、なんか気分が変わりましたね。はい、忘れれそうです。いいですね。ちょっとあの作ってる間もう一回ちょっとレベッカやめてください。別に聞かなくていいじゃないですか。なんでや、全然ラーメンソングじゃないし。後輩の声に耳を傾けてやれよ。そんな後輩の耳に耳を傾けない。本当にこれ絶対これが一番うまいと思う俺。どれ、あっさり風味カップヌードルライトの和風コンソメ。それもそう。へえ、198キロカロリー。俺ちょっと腹いっぱいから大丈夫よ今日は。もったいない、持って帰ろうかな。ちょっとこれちょっと見しては、ね、これ絶対美味しい。598キロカロリーです。あ、もうほんのり柚子風味とかですね。レタス約2個分相当。このなだなまも178キロカロリー、こちらが低い。やっぱ和食味出しやから。和食にしたらこうラーメンまで低いんですね。そうですね、油、お出汁がっていうことなんですけど、お出汁が高いんですか、洋食は。そうです、ラーメンって結構ほら背油とかも詰めてるんで、油がやっぱ高いんですよ。あ、なるほど。脂肪は、じゃあ和食はほんま万能やんな。いや本当に日本人ってやっぱりもともとほら肉食じゃなかったから、うんうん、ね、分解できる酵素っていうのも少なかったりとか、うんうんうん、やっぱこうなんか、もともとやっぱり合ってんのはね、魚食べたり野菜食べたりとかっていう、穀物か、いうのに合ってるんですよ、本当はね。うん、そうそう。いや、だから、実はね、そう、そういうのもあって、さっきちょっとで食べかけてたのね、これあれなの。ビーガン用のご飯。急に、おねえみたいになってますけど。そうなんだよ。これね、あれなの。それはそうなの。ね、ビーガン？ビーガン。なんすか？だから菜食主義っていうか、マクロビみたいなやつ。おぉ、小籔。小籔ね。そうそうそう。小籔ソニック的な飯ね。そこまで俺別に厳密にやってるわけじゃないんだけど。肉食いますよね。食べる食べる。うん、だからやっぱ疲れたりとか、うん、もう今すぐ回復したい時とかは、うん、あと、動物性のもの入れんねんけど、普段こういうの食べてる。で全然苦じゃないね。おねえやん。
ちゃんこういうもので植物性のタンパク質を入れて効率よく燃やしてでよりこうまたプロテインとか他もサプリメントみたいなものもあるけどそういうの取ってってよりこう筋肉とその体のバランスにとっていい方法みたいな自分で今ずっと探してるスッと、うん、どうやったら筋肉にとっていいのか。じゃあまあラーメンやめしてすぐ食いますか。うん俺はラーメン食べるよ。ビーガン俺だってビーガンじゃないもん。普段これ食べても全然なんかすごいあ意外と美味しいなみたいな、うん、普通にご飯として美味しいなと思って食べてるだけなんですか。やろ美味しかった。そうちょっと食べてみると意外と美味しかったりするの。いやでもだからだからこうカップ麺食べるの久しぶりすっごい楽しみ。あ前のこれ以来ですかじゃあ。あ何やった。いやでも本何やったそれぐらいは。うん、普段だから最近はチーズや食べんの。あズーチーズーチーいいよ。うんあのカルシウムも取れるしビタミンも取れるし、はい、カルシウム入ってる。あ牛乳か。だって 100g で牛乳6本分やねんって。そんなにですか。そうたらさ牛乳6本分飲まれへん。 100g やったらチーズ食べられるやん。なんかもう全く詳しくないチーズってちょっと太りそうなイメージありますけど。あもちろん食べ過ぎはよくないけど、うん、でもちなみに世界の鳥獣の、2番目の国がフランスなんやけど、うん、フランス人が消費する1年間の1人当たりのチーズの量20キロぐらい、ねうん、めちゃめちゃ。いやそれで言ったらやっぱ沖縄でしょ。沖縄の鳥獣豚肉でしょやっぱり。いやまあそういうのあんなかもしれないけど、うん、国として見たりとかすると、まあ本当にそれぐらいワインのポリフェノールとかと、うんチーズのやっぱりそのアミノ酸とか、うんまあ、そういういろんな効果があって実際そのコレステロールとか、うん、ああいうのもね抑えられたりとかする効果が、うん、言いますよね。フレンチパラドックスって言ってね、うん、フレンチパラドックス、はい、フランス人はそうやってなんかいっぱい美食なイメージやけど、うん、長寿で栄養価すごいいいみたいな、うん、それはそういうワインとかチーズとか、うん、そういうものであとパンなんかも、うん、天然酵母のパンとかね、うん、多かったです。硬いけど、うん、ほら、イースト菌でふくらして柔らかいんじゃない、うん、そういうのがすごい体に、雑穀米じゃないけど、うん、そういうね、体に繊維質がすごい良かったりとか、うん、ほんとそうですよね。ね。やねんて。で、実際、腹減って、夜中に減って、どうしてもなんか食べたい時あるやん。はい。まあ、別に何食べても別に噛めへんねんけど、うん、チーズ食べると、食べた感もあるし、あかつ栄養価も高くて、うん、まあいいんですね。すごいよ。おすすめ。これだから、ゆで卵の白身と、あとそのチーズとか食べて、うん、プロテイン飲んで寝て、筋肉やもん。やってること。僕ね、でもね、この間に言ってん、筋肉プロデュースのプロテイン作ってる会社の人が、知り合いの知り合いって僕がプロテインいいの探してるって聞いたら、はい、その人が聞きつけて、はい、僕にね、筋肉プロデュースのプロテインをね、はいはい、2袋ぐらいくれたんですけど、はい、即刻飲んで、はい、すぐ指摘しました。何度の、飲み物で割った時に溶けづらかったですし、はい、もう少し味の成分を濃くした方がいいと思いますし、うん、とかっていうのをちょっと指摘して、はいはい、ちょっともっとバージョンアップしてくださいって話をしてるんですけど、なんかね、やっぱ神の粉である以上、やっぱこう、より、我々、プロテインってね、楽しみでもあるんですよ。はい、糖質普段、甘いものとかを量をね、抑えたりとかしてる、ああいう絞ってる人たちにとってはプロテインがの甘みってごちそうだの。甘いんですかプロテイン。あるよ。そうよもちろん。そうなんだ。でもいちご味とかありますよね。そう。で絞こうやって絞ってる時とかっていろんなもの制限する中でやっぱり甘いもの食べたくなるチョコレートとか、うん、その時に今頑張ってこれ追い込んで最後にプロテイン飲めるんやと思ってもうワクワクでやってるんです。そうなんです。結構。うん。そういうのためにもそれでその指摘して、うん、ああありがとうございます西川さん、うん、ぜひ次のプロデュース西川さんにって言ってその流れやめてくださいね。筋肉の唯一の、お金の発生する場所ですから、ね、そこだけは取らんといてあげてください、うん、ちょっと何ていうかなよりこうもっとトレーニングの時に飲みやすいとか、うん、もうちょっと、まあ、バージョン変えたりとか、うん、まあでも筋肉がっていうのはね、筋肉のね唯一の食いぶちなんですそれが。わかるよわかるけども、うん、だからちょっとなんていうかなじゃあ果たしてこうやっぱもうねほら
筋肉みたいに大きくしたいっていう人だけじゃないやんか。うんうんうん。うん。やっぱこう、スマートでかつ、あ、こういう体いいな、理想やなっていう感じになりたいなっていう人に、もし、結構言われるの。うん。なんか、あ、こういう体すごくいいですねって言っていただいたりするんで、うんうん、そういうふうな目標になれるんやったら、僕でもいいんちゃうかなって思ったりは。いや、西川さん、お金十分あるでしょ、もう。うん。ねえ、そこは、うん、ちょっと、ね。お金じゃないやん。うん。なんかそうじゃなくて。お金じゃないんです。それは分かってます。ただ、うん、筋肉唯一の収入源なんですよ。うん。わかるけど、うん。まあじゃあ、ちょっとバランスでね。負けたってください、そこは。そっか。はい。分かった。すいません。出過ぎた真似してすいません。いやいや、そんなことは別に。なんか来た。いやー、来たー。やったよー。できたー。さっさ、かけますよ。かけます。まずはね。まずはこれね。うん、まずはソースをかけて。ありがとうございます。こだしっぽいねや、これ。ソースとはいえ。面白いな。じゃあ、それ、あれかんですね。じゃあ、ちょっと待ってよ。これ、まず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 、まじゃあ、ゆかりお願いします。はい、大体大体さ、はい。森ゆかりさんね。わ、はい、ええー、匂い。わ、ええー、匂い、これ。あ、うん、めっちゃゆかり。ゆかりの匂いする。いい匂い。タワさん、大丈夫ですか、その。トマトのこの、トマトチキンラーメンの汁飛んだらもう。聞いてください、私。はい、トマトチキンラーメン。ありがとうございます。そうだろ、これが、ほんこぼしたことないんですよ。麺類よ。マジでない。ずるっと捨てくれるそれ。え、ずるっとしますか。マジで。うん。吸ったら飛ぶよ。やめろ。危ない。ごめんごめん。俺が悪かった。もうやめろって。本当に本当に。やめろってもう映してににちゃにちゃ食えってそういう服の時は。いやでもラーメンずっと吸わんと。いやにちゃにちゃ食べろって無理すんなって。あ、すいません。ありがとうございます。ああ高橋さん。うん。ちょっと。おいしい。もうまあ、こんなんだ。飛んでない？アレンジみたい。本当に飛ばさないんですよ。どうやってんのそれ。いや、なんかね、こぼしたことないですよ。余計な。うん、綺麗に食べる。ね、うん。ほんま？俺たまに麺が眉毛の上ぐらい乗るときあるどんな食べ方してるんですか？ちぎれた麺が。これめっちゃ美味しい。面白いこのゆかり。面白いですか、うん、これ美味しい。何これ面白い。え、ゆかりですか、うん、まあ確かに麺類に合うのって、ご飯に合うもの麺類に合うもんな。うん。うん。めちゃくちゃうまいから、うん。これうまいな。美味しい。まあ、ゆかりうま。うん。なんかおにぎりの懐かしさみたいな。料理作られへんバーのマスターが作ってくれるやつやから。あー。うまい。うん。うん。あ、これうまいな。何ですかこれ。青葉だ。青葉来ました。面白いな。うん。楽しい。あ、だしが。はい。あれば。楽しいな。これやばい、また。麺の食感も全然違うな。美味しい。ね。美味しいですよ。あれば。食べてみよう。このゆかりのやつ美味しいね。ゆかりめちゃめちゃうまいですね。あれ面白い。あー。辛そうに食うなよ。どうしたんですか、こんなに美味しいのに。うん、どうした、金子さん、これは、うん、いる言いたいだけうん、ゆかりうまいですね。ね、ゆかり美味しいよね。トマトください。はい、どうぞ。あ、青葉すごい、かつお節のすごいですよね。うん、うん、東京ダブルスープのね、元祖的なラーメンって聞きました。確かに美味しい、これ、うん、麺なんかもうインスタントラーメンっぽい。ちゃうね、うん、最近そう、あの袋麺のね、麺がすごいんですよ。あの、ね、役所広司さんがコマーシャルやってる、もう店のラーメンみたいな麺、うん、これすごい。へえ、うん、うん、魚粉だ。いく、はい、これ美味しい。うん、子供時代だからこういうの好きなんだ。ああ、なるほどね。うん、これ、青は美味しいね。青美味しいですね。さすが。いや、でもこれ、ゆかり、うまいね。ゆかり美味しいな、これ。うまいですね。うん、
うん、あーなんか幸せ、うん、ちなみに世界一に認定されたあのインスタント麺何か知ってます？なんやろ、世界で一番美味しいインスタントラーメンに選ばれたラーメンがあるんですよ。世界で、はい、世界一？結構ほら中にはさ日本で売ってるものも海外用に合わせて味結構変わるやんか。はい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 、はい、カレーやったらマッサマンでしたもんね。あ、マッサマンカレーがね、うんうん、これもラーメンなんやろ。実はインスタントラーメンも、うん、マレーシアで売ってる、うん、ペナンホワイトカレーヌードルってやつなんですよ。何ですかこれ。めちゃくちゃうまいねこれ。マレーシアじゃなくて買えないんですか。マレーシアでもうあの出たらすぐ売り切れちゃうね、みんな好き。マレーシア誰か行ってくれ。あのアマゾンとか楽天で買えんねんけど、うん、袋ラーメンやのにやっぱ人気すぎて一袋もう何百円とかやねん。500円600円とかでもね出してもいくらいうまいっすわ。そう、はい、ペナンホワイトカレーヌードルっていう食べたい。もしかしたらお弁当が、うん、反対です。うわーどんなもんなよ。一回食べてみてください。西川さん何ですかマレーシアとかライブ。インドネ、まあこの間ねインドネシアとか行ったりはしてたんやけど、はい、タイとか、はい、マレーシア。マレーシア行ってないですか。マレーシアまだ行ってない。シンガポール多いから。マレーシアの時に、あ、シンガポールの人やったら買えるかもしれないですね。せやんな、はい、あのコーディネーターの人とかに言うたら多分用意してくれますよ。これこれペナンホワイトカレーヌードル、なんか赤い赤、うん、あれね赤いやつ入れるってだんだんあの赤がピャーッと広がっていくんですよ。あ、ホワイトカレーなんですけどその赤いスパイス。あ、トマトソースこぼれてた。出ないやねお前。気ぃつけろ言うんだろ。その服大丈夫、もうクリーニングやろそれ。ああ、ああ、勢いよく食べちゃった。やめなさい言うたでしょ。あ、ついちゃったな。もうアホやな、この子は。もうこれぜひ皆さんあの手に入れたらうまいですよ。これマジでペナホワイトカレー。そう、あーこれうまいんですよほんまに。美味しそう。なんかその調理例のこっちの方のやつ美味しそうやね。これ多分そのまま入れただけなんやけど。もちろんね具は入ってないですけど十分うまかったですね。あーそう、あープレーンで作って、うわ、それこそ具品書いてるのあのエビ団子とか用意できへんわこんなん。エビ新庄みたいなのあるじゃないですか向こうの、うんうん、あ、あるある、はいはい、タイとかの鍋に入れる、うん、ラクサみたいなやつかな。なんかココナッツミルクとか。あ、ちょっとね、ちょっとね甘い香りするんですよこれ、うん、俺ね、うん、ほんまにそれこそまあいろいろなとこでほら麺類ってね、はい、結構いろいろあるじゃないですか、はいはい、世界中ね麺類ある。特にアジア方面ってやっぱ多くて、うんうん、でその中でこれはほんまにうまいなと思ったのは、うん、あの前にねそれこそそれもマレーシアやわ。あ、マレーシア、ボルネオ島の方、はいはいはい、で要はそのマレーシアでも、うん、ブルネイね、ブルネイ、そう、はい、あのボルネオ島の方に、はい、サラワク州ってある、うん、でそこに、うん、まあそっちにブルネイもあるって入ってんだけど、うん、そのラフサでも、うん、地域によってやっぱ味が違うの、うんうん、ね、やっぱ北方ラーメンとか、うんうん、まあそりゃそうでしょうね。でそのぶね、サラワク州のサラワクの方のラフサっていうラフサ麺っていうのがあって、うんうん、それはねさっぱりしてるけどもしっかり味があって、で辛さを向こうの家はライム、うん、で絞ると辛みが増してみたいなんで、うん、ライム絞ると辛み、そうなんかそれで辛みを調整するらしいんだけど、面白い。そあ、辛みを緩めていくということなんですかね。どっちなんやろ、強めるんかな、どっちなんやろ。まあでも、なんかその、要は、もちろんそのエビを、エビのね、ほら何やったっけ、うん、ナンプラーじゃなくて、ナンプラーでもあんねんけど、うん、魚じゃ、油みたいなですか、エビの。魚じゃなくて、エビの方の魚醤なんかな。うん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 、で、風味があって、ありますね、独特の、うんうん。で、スープは、普通のあのマレーシアのラフサってもっとドロッとしてて甘い感じなんだけど、美味しいさっぱりしてんの。逆に塩気があって、でそれにこうライムをしこたま絞って、しこしこけど、しこしこ、いいよ。まあそれでもそれはでもね本当に、でジャングルの真ん中で食べてんねんけど、美味しそう。シェシェもいいですねそれ。まだね、美味しかったよ。毎日食ってたもんその、まあホテルつってももうコテージみたいで、で高床市義住区みたいに、雨が降ったらもう即刻川みたいになっちゃうから。そんなとこなんですね。うん、で、前日、それこそ、行ってる時やってる時も、前日すごい雨で、で、結局ロケ地も変えたりとかしててんけど、翌日朝起きたら、うん、昨日まで
その床、普通に地面が見えたのに、うん、川になってたから。で、そういうこう水上コテージじゃないけど、なんかそんな感じでホテルが、ロッジみたいなのが集まったホテルがあって、うん、そこのところで出してるサラー服のラフサってやつがものすごい美味しくて、これ日本持ってきてほしいって思うぐらい美味しいやつやった。ああ、代々木上原とかで店出してくれたらね。いや、これ毎日行くよ、これ。ヘルシーやしさ。そうそうそう、あれうまいですもんね、あのそっちの方の焼きそば、ミーゴレンでしたっけ。あーミーゴレン ね, あ, ね、あれうまいですよね、食べたミーゴレン、ミーゴレン食べたことない、超うまい、うん、ちょっとなんかあの焼きうどんに相通する、うん、うん、そんな焼きそば、そんな焼きそば、そんな焼きそば甘辛いね、はい、うん、あれあの春雨の皿何でしたっけ、タイで、なんだっけ、はい、なんだっけ、春雨のサラダ、前言ってましたね、そうそうそう、なんだっけなんだっけ、あのぬ、なんだっけな、ありますよね、ヤムウンセンだ、ヤムウンセン、あれも美味しい、はいはい、あれあ美味しいですね、美味しいです、あれがね、春雨でもあれ美味しいんですけど、あれ思った6倍辛いですけどね、あれそう辛い、ここ思ってる6倍辛いですよね、あれでさ、いや2口目くらいまで気づかへんの、いやほんまに、うわ、まあ、美味しいから辛ってなる、そうそう、いやほんで前にもそのタイ行った時に現地の人に、あまりにも辛かったから、うん、ローカルのコーディネート、女の子よ、はい、に、ちょっとこれ、多分、うん、なんか、辛いのを間違えてオーダーしてるから、うん、ちょっと食べてみてって食べたら、うん、そうですか、うん、どっちかというと、ね、全然。普通なんですね。違うねね、感覚がね。うん、でも、なんか、妙、またね、食べちゃうんですよね、しばらくしたら、うん。忘れられなくなる。そう、うん、あれ美味しい。お腹いっぱいになってきちゃった。まだ入ってない。なんだ、おいしい、今ちょっとついたから、あの恐怖で すすれなくなる、あんだけ自信満々やと、うん、ちょっと汚れた後で汚れても一緒や、どうせ洗わなかったから、うん、いやー、うん、なんかいいですね、幸せ、改めてお便りいきますか、いきます、お便り頼り、はい、じゃあお便りやって終わるか、今日はやろうか、うん、そうしよう、そうですね、うん、満足満足、おいしい、美味しいね、これ、ラジオネーム寝屋川のりょうさんからいただきました、アパレ水曜日の皆さんこんばんは、こんばんは、私は朝食に食パンを食べていますが、一斤5枚切りか4枚切りの厚切り食パンを買っています、はい、やるすいの皆さんは食パンは厚切りが好きですか、それとも薄切りが好きですか、実は食パンの厚さの好みは関東とか、そう関西で違ってるんですよね、関東は一斤6枚切りが6割、8枚切りが3割を占めますが、関西では5割近くが5枚切りで、その次に6枚切り、4枚切りの順に売れているそうです、そうなんですよ、そうで私びっくりしたんですよね、関東薄い人もいたりとか、小林家ね、確か5枚切りとかやったんちゃうかな、うん、関西はそう、いや僕でもあのだからちょっとあれ細かったですよ、5枚とか6枚とかでした、うん、うち、うん、うん、そうなん主流なんですよね、うん、関西は、だからレシピ出すときに、あの食パン、そう、食パン1枚使いますが、うん、私は感覚は6枚切りとか5枚切りなんですけど、はいはいはい、関東の人見たときに薄いのを用意されてたときがあって、8枚切り、と思って、はい、8枚切り薄っと思って、はい、思いましたね、サンドイッチやるとか時とかに使うやつですかね、確かに、やったらわかるけど、で聞いたらその子、いやうちこれです、ちっちゃい時からみたいな、あの大阪のサテンの朝のモーニングの分厚い食パンうまいですよね、あれ、うん、あれね、ちぎる時にあの、はい、そっか伸びてね、バターとね、だから外の飯のイメージあるんですよね、分厚いやつ、確かに、うん、確かに、家があんな甘えてなかったっていうか、トースターに入れへんや、あそうですよね、あのチーンですよ、そう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 、そうかそうか、そうやね、あとはトースターの違いじゃないですか、そうか、向こうはやっぱり松下やったから、大阪はね、関西はパナソニックはあれが多かったとかかもしれないですね、もしかしたら、でも確かに、でもね本当に結局熱いのってほらオーブンでさ焼いてくれたりとかするやつやから、うん、やっぱ外で食うことが多いね、うんうん、外食の意味じゃないですね、うん、厚切りパン、うん、そう、やっぱほら朝ってみんなバタバタしてるから、オーブンの中で1枚ずつ焼いてられへんから、うん、2枚、もう、兄ちゃん何枚って言われて、うん、もう、2言うて。で、言うて、おかんが横へ言うて。最後もう、おかんがね、あの、そっち持って言うて、テーブル式みたいなの取ったら、もう、パンの粉真ん中集めてね、ジャー捨ててました、ね。あ、そうそうそう、うん、あと、1枚目とかは同じ分数でも、綺麗に焼けてんねんけど、3、4枚目になったけど、もう最初からもう電熱線がチュンチュンになってるから、真っ黒になって、
うん、でおかんがこのなんかフォークみたいなね、焦げたとこガリガリガリやってたやってましたね、やってたね、また焦げてしもたやないか、しい一人暮らししてから食パンも変わってない、俺もかわいいね、確かに一人暮らし以降食ってないね、そうなんですよ、家のもんやなあれ、実家のもん、ね、いやほんとそう、食べきれない、もったいない、ほぼほぼ買ったことないんじゃかな、ほんま言われてみたら、そうないっすもん、でもなんか本当にあのね、なんていうんですか、トースターの発明で1日3食っていう話になったんですよね。ああ、なんか聞いたことある、ね、そうなんや、そうなんかあのキャンペーン貼ったんですよね、そうそうそう、朝ごはん食べようみたいな、そうそう、売れるために1日3食食べましょうって、そうなんですね、そういうところの発明会、面白い、やっぱほら本来お腹が減って食べるもんやから、うん、お腹が減ってないのに、あ、兄ちゃん、ほら、もう朝食べていきやって言うと、お母さんが出してくるのって、いや、腹減ってんけど、食べなあかん言って食べなさい。そう、ね、あ、ほんと良くないっていう。まあ、未だにその健康法言うと言いますもんね。あの、時間決めると腹減ったら食えっていう。へつもが減るまで我慢しろっていう。そうそう。なんとなく食べるんが一番あかんみたいな。そうそう。食べとかな、もう昼やし腹減ってんけど、やっぱ昼食べとかなっちゅうのが一番良くないみたいな。そういう健康法言うてる人おる、確かに。そうなんだ。まあ、それで、なんか、エジソンがほんとトースター発明したんだって。それ売りたいから1日3食っていうのをエディソンが言って、うん、でもそう考えてバレンタインとかもそうじゃないですか、なんかこうチョコ売りたいからとか、バレンタイン日本の企業が考えた時、うんね、そういう何か売りたいからなんですね、外国の人から見たら歯やろね、うん、なんで女の子チョコレートあげてんねやろ、うん、もったいなって思ってんじゃん、もったいなセントバレンチノっていう人がいて、うん、左ローマの郊外にセントバレンチノ教会っていうのがあって、うん、ロケで行かされてるけど、そこは愛の、なんか要は戦争があった時代とかに兵役を貸してて、うん、兵隊に行けって言うねんけど、好きな人がいると行かへんわけ、うん、でそれが理由で結婚の制度を禁止したんや、うん、国が法律を、でその時にそのセントバレンチノっていうそのまあ司教だけは、うん、要は内緒で結婚させてあげてたんやって、うん、それから愛の神様って言われるようになったっていう、ロマンチック、そうなの、ロマンチックですね、いやなんかね、司教というか司祭の方か、はい、な感じですけど、いやなんかね、何の話だったっけ、パン、食パンの厚さ、パンか、僕ねこの間血液検査してチェックしたんですけど、うん、あ、したんですか、細かいやつ、細かいやつ、どうでした、あの即出るやつはないですよって言われた、うん、あ、よかったです、うん、ちょっと2つ3つ気をつけなきゃいけないやつがありますと、うん、1個はキウイですと、キウイいますよ、酵素ね、うん、はい、でもまあ毎日食べなきゃ別に、 はい、そんなにちょこちょこ食べる分にはそんなに出ないですから、うん、安心しててくださいと、うん、あ、わかりました、もう一個がちょっとねって言われて、うん、え、何ですか、パン、ああ大変、あ、イースト、イースト菌らしくって、でもまあだからそれこそ天然酵母とかであれば大丈夫ですよって言われてるんですけど、イースト菌そうなんですね、イースト菌の方がうまかったりするんじゃねえ、いやー、美味しいよ、ふっくらしてさ、なんか、ね、なんかさ、天然酵母でありがたいですけど ね、 難しいんですよね、難しいよね、温度の管理とかね、膨らまんのよね、そうなんですよ、あの田舎のね道端でポツンとやってる人気のパン屋とかの、うまいなと思うけどね、うん、なんかこう町のパン屋のやつがうまかったりとかね、感じるじゃないですか、こっちは町のパン屋慣れてるからっていうのもあるんでしょうけど、焼きたての町のパンが一番うまいもんな、うん、あ、乗ってきた、はい、さあということでこのコーナーで僕たちにおしゃべりしてほしいお便り募集しております、宛先お願いします、はい、はがきは 530-8304 MBS ラジオあっぱれやってます、水曜日まで、メールはやるすぎ@mbs1179.com お便りやってますの係までたくさんのお便りお待ちしております、はい、以上お便りやってますでした、じゃあ AKB から一曲、はい、 AKB48 でハロウィンナイト、TM レボリューション西川貴教です。1179MBS ラジオからあっぱれやってまーす。稲妻ロックフェス2015インタビュー。はい。
今週から稲妻ロックフェス2015の会場で TKO 木下さんが、ライジンステージ出演アーティストにインタビューしてくれた模様をですね、お届けしたいと思ってます。はい、今週はですね、2日目の、ライジンステージのオープニングアクトを務めてくれました、バックオンからということで、うん、ではまずお聞きください。さあ、今回インタビューするのは、バックオンの皆さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。自己紹介のお願いします。はい、ボーカルギターのケンジ・トゥリーです。MC のティーラです。ギターのシュウです。ベースのゴリです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。オープニングアクトで、はい、稲妻ロックフェス、はい、出演されたわけですけど、いかがでしたか？いやもう本当にね、稲妻ロックフェスはもともと出たかったフェスだったので、うん、やっぱ念願かなったなっていうのと、なるほど、すっごいあのオープニングアクトの時間ですけど、うん、たくさん人が集まってくれて、まずそれが嬉しかったですね。盛り上がってましたね。おかげさまでありがとうございます。めっちゃ高いですね、お客さん。どうなんですか、関西のその滋賀県なんですけども。いや、滋賀はライブハウスツアーとかで、ライブハウスで滋賀はよく来てたんですけど、うんうん、いつもなんか雨降ってるイメージがあってそうだね、滋賀は。でも今日来たらめちゃくちゃ晴れてるし、めちゃくちゃ晴れてる、琵琶湖こんな綺麗だったのかっていうこんな晴れんでもええのに逆にもうぐらいの、ね、ライブ中も琵琶湖がこう見えてる状態で、あ、いいっすね、最高のシチュエーションですね。いかがでしたか？いやもうお客さんのこう一体感がやっぱすごいですね。稲妻ロックフェスっていう一体感になってて、なるほど、稲妻のお客さんって感じが、そうに、やっぱこうホームというか、多分西川さんのそのところに集まって、そうでしょうね、いや本当にすごいなと思いました。いやものすごい盛り上がってたイメージありましたけども、さあそれでは早速質問に移りたいと思います、はい。こちらに稲妻と書かれて4枚のカードをご用意しました、はい。このカードの裏には質問が書かれております。4枚のカードの中から1枚選んで裏に書かれた質問に答えていただきましょう、はい、お願いします。じゃあ稲妻のな、なですね、はい、はい、質問こちらです一度行ってみたい国何これ。 いいんですかこれいいのこれ関連性ないんですけど大丈夫ですか？小4とかに言う質問そうか、いろんな国に行かれてる。そうなんですよ。そんな中でももう一度行きたいのか、それとも行ってないところに行きたいのか。そうですね、まあ、そのライブでその世界こう各国行ってるんですけど、ほうほうほう、今行きたいのがイタリアですね。イタリアはちなみにまではまだ行ったことないんですよ。ないんですか、はい。最近オランダとかドイツはあるんですけど、イタリアだけなくて。まだ。なぜイタリアなんですか？地中海的な料理なんか朝なんかすいません朝上がり、はい、彼パスタ食べたいパスタぐらいのね、イタリア行きたいぐらいの理由でしょ多分。そう、あとやっぱりなんかこう美女が多いって聞くんであ、なるほど。もうやっぱなんでもすごい行ってみたいな。イタリアね、はい、ちなみに僕はメキシコのリゾート地カンクン。カンクン、はい、はいはいはい。僕ダイビングの免許を最近取ったんで、なるほど、ダイバー の行きたい国ナンバーワンの場所なんで、そういうことか。ぜひカンクンに僕は行きたい、ね、仕事ではなくね。すいません今思いました仕事じゃないですただ潜りに行くんでちょっとすいません。でもまあまあそうそうそう全然いいんですけどちなみにもう一枚言っときましょうか。じゃあ稲妻のイで、イで行きましょう、はい、こちらですね。僕ですね、TKO 木下に相談したい悩み事。いやいや、ちょっと何これ。いや、俺が悩みあるわないでしょ、そんな悩み。いや、でもそうですね、ないです。僕結構ライブの MC を滑るんですよ。で、やっぱり本業じゃないですか。いや、知らんよ、滑るよ。そのなんかこう、滑らない方法、いやメンタル、なんかこう、コツをなんか、今日教えてほしいな。でも、そんなん気にする結構終わった後、すごく落ち込むんで、僕。だって国立代々木第一体育館で、MC したときに、その何万人、1万人ぐらい。そうですね。1万人が、はい、シーンってなるっていう。去年なんですけど、何したん、当時流行ってたダメよダメダメってちょっと言っちゃったんですよ。いや、ほんまのダメよやん。そしたら代々木体育館で初めてステージから空調の音が空調の音が聞こえるっていうあれはちょっともう落ち込みました。1週間ほど、ね、いや人のやってしまうっていうね、はい、そうなんですよ。いや、わかりますよ、はい、コール&レスポンスあるじゃないですか、はいはいはい、ミュージシャン、はい、あれめちゃめちゃ楽しい大喜利ですよね。まあまあ確かにそうですね、うん、乗ってるかいからいろんな質問できるんでしょ。でもあれもやりすぎるとあ、もうこいつそれしかないんだなっていうのもあるじゃないですか考えすぎやって悩んじゃう方なんですね。そうなんです。噛むとその後引きずっちゃうんですよねその後ライブにかなり影響が出る。向いてないんちゃうかな俺の悩みの答えそれかもしれんな。なるほど
まあまあでもね、これからまあまあもうどん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 、はいはいはい、いろんなところで広げていってほしいですけども、それではバックホンの皆さんから告知、はい、お願いします。配信限定アルバムバックホンライブセレクション2015、ただいま絶賛配信中ということと、バックホンライブツアーをやります、はい、関西だとですね、11月13日金曜日京都ミューズ、あと12月13日日曜日梅田ジーラで、はい、ライブをやらせてもらいます。はい、ぜひぜひお越しくださいということですね。はい、はい、それでは最後に曲紹介の方お願いします。はい、稲妻ロックフェスで1曲目にやったストライクバック聴いてください。バックホンの皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。AKB48 の高橋みなみです。 1179MBS ラジオからあっぱれやってます。教えて森崎先生。さあ、このコーナーは料理研究家にとどまらず、さまざまな分野で活躍する森崎ゆき先生にいろいろな物事の手順を優しくしてもらうコーナー。先生お願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ早速一つ目から。はい、大阪市在住のラジオネーム白ムーさんからいただきました。白ムー。コンタクトを入れる手順です。初めて入れるの？いや、初めて違いますよ。ちゃんと濡れてないと痛くなるから湿った状態のままね。知ってるっちゅうね。湿ってなかったら入れる前にちゃんと濡らしてからね。そういうもんなんですか。じゃあ優しく入れて。優しく。どう、今までと感じ方変わった？うん、超気持ちいいですね。あくまでもコンタクトですからね。そうですね。コンタクトですね。うん。皆さん勘違いしないでください。そうですね。ね。食べてますか？ちゃんと。でも行きましょう、高橋さん。行きますかね。そのもうそんな全然違うんですから。そうね。岩手県お住まいのラジオネーム、たまごパッド4048、たまごパッド48さんからいただきました。うん。水鉄砲の取り扱いの手順です。あなた、立派なもの持っているのね。その先っぽから、ぴゅって出るのね。すごい！たくさん遠くに飛ばせるんだ。え？顔にかけていいかですって？それはダメ。お口だったらごっくんできるけど、勢い余って目に入ったら痛いでしょ？いつも通りお腹に出して。先輩。怖い！忘れてたのに。思い出したよ。嫌、ね、だったね。嫌だった。忘れてた。ねえ、ラーメン食べて忘れてたのにな。あーです。三鷹の方の辛さ。あー。もう忘れてたのに。本当に忘れてましたね。忘れてた。帰って一人ですよこれ。最悪。頭洗うとき怖いね。お風呂で目つむるから。そんな小学生ちゃうもん。後ろ振り向いちゃう、怖い。寝ようかなと思ったらニャーちゃんが。猫が。あ、やばいやばい、なんもない。ちゃんそれ、なんもない。なんもない。最悪。それ怖いな。俺がじゃあもう、俺が今日おったら横に。大丈夫です。大丈夫なの？大丈夫です。あ、そう。さあさあ、森崎さん、もう一回行きましょう。はい、東京都、お散歩太郎さんからいただきました。お散歩太郎さん。ドリアンを食べる時の手順です。ドリアン。うわ。臭い。すみません。皮を剥いて頬張るの？すいませんね。私臭いのはちょっと苦手かも。そこをなんとかおにぎりします。ちゃんと洗ったから大丈夫？本当？洗ってないんですよ。臭くない？やばいやつ。そういうの好きなんでしょ？じゃあ皮を剥いて中の身を出してから頬張っちゃおうかな。うん、臭いよ。いくよ。パク。パク。うわー、やっぱり臭い。でしょ。本当に洗ったのこれ。嘘です、洗ってません。最悪。何これなんかやだ。久しぶりにどぎついやつ来てるから。そうまや、臭い。ここ最近ちょっと恥じらいモードなのさ、うん、そんなに汚れたパンツじゃない白くしてる、ね、今日のやつめちゃくちゃ汚れましたよ。すごかったな。やでもね、これはドリアンですけど、うん、杉本彩さんとかは、うん、男の人がシャワー浴びたら怒るって言いますからね。あ、一日の働いてきたものを私にぶつけなさい。かっこいいよ。かっこいい。かっこいい。風呂入った旦那さんが風呂入ったら怒んねんって最近。うん、だからほら、よくね、
フェロモンって紙一重ですもんね、うん、言いますもんね、うん、やっぱこうそういうので不快に思う人はいれど何人か実はめちゃくちゃ引き寄せられてるっていう、うん、たまらんっていう、うん、それ言うな、うん、でその匂いに引き寄せられる人っていうことは相性いいっていうことだからね、うん、だから、ね、遺伝子的に遠いっていう話もあるもんね、近いと、うん、そう、それがね、反発するから近視相関ダメやから、そうそうそう、なるほど、嗅覚ってすごいのよね、すごいんだ影響美女と野獣というか実はね理論的やっていう、なるほどね、うん、なるほどね、遠い人遠い感じの方がいいっていう、うん、なるほどね、そうそうそう、そろそつを言うてるわ、そろそつってさあこのコーナーでは、ボスケ先生に読んでし簡単な手順を募集します、先生あつさきお願いします、はい、はがきは 530-8304 MBS ラジオあっぱれやってます、水曜日までメールはやるすい@mbs1179.com 教えて森崎先生の係までたくさんのお便りお待ちしております、以上教えて森崎先生のコーナーでした、 AKB48 の高橋みなみです、 1179MBS ラジオからあっぱれやってます、まるまるとはのコーナー、このコーナーは私高橋みなみが秋元康先生からいただいた言葉、AKB48 とは高橋みなみのことであるにちなみまして、秋元先生が他にも言っていた〇〇とは何々のことであるという言葉を紹介するコーナーです。それでは早速一つ目からいきます。北海道札幌市にお住まいのラジオネームつばめ返しさんからいただきました。秋元先生が言っていた言葉、家を出る時間の10分前とは戦争のことである。まあ女の人はね、うん、まあ、いつもギリギリまで寝ていたいので毎日てんやわんやしていますということです。下手すりゃ寝てるもんな、まだ、え、家出る10分前、マジですか、寝てることもある、まだ、そう、え、じゃあ無理じゃないですか、いや、いけるよ、だって歯磨いてズボン履いてシャツ着たらいけるやん、すごい、忘れ物しちゃう、西川さんだから無理ですよ、俺ぐらいって絶対いけますよ、すごい、え、服とかを決めとくんですか、うん、だから寝ぼけながら手伸ばして触ったやつ、まあ、T シャツゾーンには手伸ばすよもちろん、へー、T シャツのここはゾーンっていうの分かってて、そこに手伸ばすよ、うん、マジっすか、うん、私実家に住んでる時は、うん、移動がちょっとまあかかる場所に住んでたので、うんうん、集合の3時間前に起きてました、3時間、もし何かあっても絶対絶対間に合うのがそれだったんですよ、うんうん、計算した時に、マジねーなー、だから都内に一人で出てきて、うん、からは家を出る1時間ちょっと前に起きてるんですけど、うん、まあまあまあ、でもそれはね、まだ女の子ならまだしも、そうですね、で化粧したりとか、一番でもきつかったですね、最初の4年ぐらい、3時間きついな、うん、早い時も死にそうでしたもん、へえ、あ、でもそれだってこんな世界正味朝6時集合とかあるわけやん、東京駅6時とかありました、あるやん、なるね、3時に起きるの、はい、アホやん親起きないです、自分で起きますもん、3時にアホやん、グッと起きて、でも本当に、でももし電車が1個止まったりとか、うん、なんかあったり、うん、ダイヤが目立つって、うん、もう間に合うんです、ラッキーやん、ラッキーこっち悪ないやんまあ、そうなんですけど、うん、でも仕事の穴を開けるのが恐れすぎちゃう、いやでもわかる、いやでも悪ないやん、電車止まってんから、それすらもうなんかマイナスにされそうで怖かった、いやでもその遅刻って悪いの、自分人全然関係ないから、そうで自分が焦ってなんやかんやする自分が嫌やから、そうなんです、やっぱもうそこはきついみたいな、僕も確かに遅刻したことありますよ、僕、起きた時、ま、起きたらもう仕事始まってる時実はあったんです、やばい、もうそんな死にたくなりませんか、それ考えただけでもういや本当に無理ですね、いや一回なってください、え、異常に落ち着きますからいやいや、もうどうやって間に合わないですか、始まんねんから、うん、始まってんねんから、うん、タバコ2本吸いますもんね、その時、あ、ほんで、あ、どうしよう、え、連絡する前ですか、タバコ吸ってですか、いやもう嫌やわ、バッと携帯見たら着信だらけ、うわもう世界が終わるわ、もうそれ、どうしようか、まずどこに電話する、まあ正直なあなあっていう、寝てた寝てた、あかんかん逆に冷静なの、そこまで遅刻したら、すごい、うん、え、それは謝りに行くんですか、謝りに行く、そりゃそうやな、ただあのもうこれだけもう絶対あかんよ、うん、遅刻なんて、はい、これだけ言える、はい、謝ったらみんな許してくれる、いやーそれなかなかやで、謝ったらそれが怖い、勇気いる、いや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 、そこはねやっぱね
こう、まあ、意欲も悪くも、はい、皆さんのね、所属してらっしゃるところ、まあ、大きなところですので、もうね、この零細企業にはね、もう致命的よ、それは。だってもう、丸かぶりやから、一人やから。石川さんもまあね、その社長ですから、まあね、あそこ。ね、ですかね、見入りがある分、それはいや違う違う違う、そんだけ見入りやったら私も頑張れます。いや違う、そんな言い方そんな言い方なくない？そのためにやってるみたいな。いや自分の努力 イコール見入りになるわけじゃないですか、逆に言うとね。まあそうですね、はい、そう言い方すればね、はい、そうなったら私も頑張ります。うわ、その言い方はあれあれ、ちゃう、責任感あって頑張ってるな。いや、頑張ってる、頑張ってるなと思います。頑張るな、俺も。自分の見入りが良かったら。よっかね。まあまあでもね、はい、まあ遅刻は良くないですよね。遅刻ね、焦るもん、あれは。もう一枚いきます、はい、愛知県名古屋市にお住まいのラジオネーム、ドヤミナリスペクトさんからいただきました。秋元先生が言っていた言葉、方言とは男を落とすための武器のことである。はい、まあ、こちらあるアンケートで、方言女子は好きとの問いに対し8割以上の男性が好きと答えたそうです。好き、はい、方言には標準語にはない個性的な印象があって、男性はそこが可愛らしく感じるそうです。好き、でも逆、辛いもん。いやもうそうよ、で逆に我々関西の人間からすると、うん、高見菜みたいな方の女の子はもう最高と思うな。だからだってこれ関西弁なんか俺らもう言ったらもうちっちゃいから聞いてるからいらんねん、もういらんちゃいらんねん、当たり前だから、うん、別にじゃなくて、なんかあすっごい美味しいとか言われたりすると、うん、やろあーなりますよね。普通じゃあ関西では、うん、それは、うん、めっちゃ美味しいやんこれ、うん、おいやそれぐらいやったらまだいいですよ。うんまあいる、まあ、いるいる、うんまやばうんまダメなんですかそれは。なんやんこれ、うんまダメ全然、まあ、だって関東の男の人にはドキドキするんだよな。そうそうそう、めっちゃ美味しいこれとか言われたら、うん、おお、そうなんだって思うかもしれんけど、うん、逆やん。だからもうほんまに。逆逆。うん、逆、うん。シュッとしてくれる。自分にないもの、うん。自分の生まれ育ったとこ以外の言葉が好きなんだ、うん、そうそうそう。新鮮やから。そうですね。うん、もっと、もうそれ、方言だけじゃなくて、もっと分かりやすい例で言ったら、じゃあ知り合った人がさ、たまたま話しかけられて、うん、外国の人も最近すごい多いから、うん、話しかけられて、excuse me って言われて、さらっとさ、普通に道順とか、答えたりとかしてたら、いや、なんなんあれ、うん、そんな風に思ってんかったけど、え、英語できんねやみたいな。あ、まあ、うん、なんか外学の時ちょっと普通に、ちょっとまあ、半年ぐらいだけど留学って言ったことあって、みたいな。そうなんだってなるやろ。なりますね。あれと同じ効果よ。うんうんうん。そうなんだ。やっぱりさ。あと、響きもね。うん。博多弁の女の子はな、あれは何なんや。可愛いですよね。あれ何なんやろ。水筒用意ね、うん。メンバーにいるやろ、よ、メンバーにいるっしょ。だって、HKT の子とかでさ。可愛いよね。ずるい。無条件にずるいよな。視聴権とかで。あら。ああ。可愛い。同じ九州でもね、柏木さんやったっけ、あの CM 面白いけどね。はい、おはようございますみたいな。あれ、あんな大げさにも使わんって言ってますね。あれは果たして可愛いのかなと思って。おはようございますみたいな。鹿児島。鹿児島の豪快なね、サイコさんみたいな。そうですね。いいな。まあ、よりケリなんでしょうけど、ね。まあ、そうなんだ。ただ俺もね、疑ってはいる。芝居ちゃうかなと。女の子たち。外来語まで訛ってんのおかしいやろって。外来語は俺らも聞いたの同時やろって思うんやけど。ああ。うん。例えばもうチーズとかでもチーズとか言うやんか。チーズ。いや、それおかしいやろって思う。なるほど。もともとある言葉が訛ってんのはわかるけど、チーズが。計算してんすか、うん、かもな。前後なんちゃう、前後なんすかね。置き位置で、うん、そうなってる可能性もあるよね。あるんですか、ね、うん、謎やね、これ。そうですね。さ、う、あ、ん、このコーナーでは、秋元先生が言っていた、〇〇とは何々のことであり、当てはまる言葉を募集します。おはようございます。先はがきは、530-8304、MBS ラジオ、やっぱりやってます。水曜日。メールは、やるすぎアットマーク、MBS1179.com、〇〇とはのコーナーまで、たくさんのお便りをお待ちしています。以上、〇〇とはのコーナーでした。
AKB48 の高橋みなみです。 1179MBS ラジオからあっぱれやってます。はい、エンディングです。さあ、お知らせの方、はい、西川さんから。10月、24日から公開になります、ギャラクシー街道、こちらの方本日ね、エンディングというかテーマソングの方を聞いていただきましたけども、はい、まあ、本当に聞いていただいた通りですね、ほんわかした映画でございます、うん、もう本当に終始笑いが絶えない映画でございますので、ストレス発散とかにぜひご覧いただけると嬉しいと思います。よろしくお願いします。はい、 AKB48 は AKB48 グループのメンバーによるリーディングシアターアドレナリンの夜がいよいよ来週10月6日から10月13日の8日間にわたり開催されます、うん、演出は日本を代表する演出家映画監督の堤幸彦さん、うん、期間中は AKB48 グループ総勢90名が日帰りで出演する舞台は初となります。私高橋が出演するのは来週10月6日7時半開演のトップバッターのグループです、うん、場所はゼップブルーシアター六本木。詳しくは AKB48 公式サイトぜひ見てください、うん、お願いします。そう、先生、はい、食劇の相馬新刊15巻が10月3日に発売されます。いつも通りおまけレシピもついてるのでぜひ作ってみてください。なるほど、うん、わかりました。ということで、こう、ほら、本、あ、本、もう握手が終わったんで大丈夫です。なんでですか。出てます、本がね、美学さえ、美学さえあれば人は強くなれる。ぜひ、自己啓発本になってますね。でもこの帯の絵とか、はい、これ誰が描いてくれた。これはね、誰がというかね、いろんな漫画の要素を入れてくれた。ああ、そういうことね、はい、いろんな漫画混ざってるんですよ。本当だ、いっぱい入ってる、ね、これなんか漫画の名シーンみたいなの載ってるでしょ、うん、これ全部皆さんご好意で、すごい、それがすげえなーって言って、本当に。ね、はい、斉藤孝雄さんなんです。そうなんです。ゴルゴさん、斉藤孝雄さんがね、OK くれるなんて、うん、ありがとうございます。ぜひ皆さん今やって呼んでくださいということで、また来週お会いしましょうか。はい、じゃあまた来週、さよなら、さよなら。